ピョンしかいないんですよ俺の。話し合おうか、ちょっと話し合おうか。ごめん、話し合おうか。全員しばきたいと思います。はっちゃんチャンスあるよ、はっちゃんチャンスあるよ、はっちゃん、はっちゃんチャンスあるぞ、これいけるぞ、はっちゃん、くれくれくれ、うわー、ちょうだい、コン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 、うわー、なんか普通の来るかーい、中にシールド、ああ、助けよー、今ねろちゃん、誰にシールドつけたの、今言ったよね、今ね、今ね、うん、聞こえましたね、あって言ったもんね、完全に、あ、鼻水すすってました、すみません、そうやんすか、あ、もういいよいいよ、そんなんいいよいいよいいよ、じゃあ気のせいか、ミサトランどうしたの、何ですか、ものすごい早くし、早く試合がしたいです、早くしてやろうよ絶対タイマーの圧で言ってもうたやろ、それ言ってないです、本当に言ってはいるでしょう言ってはいました、これ時間長く長引いたら悪女が苦しくなるやつですよね、そうだよね、まあ、苦しいね、渡せてないんだったら苦しいね、渡せてないと思うよ、この時間なら、そうですよね、まあでも多分ズズさんがスキップ入れてないってことはズズさんなんか言いたいことがある、昔々あるところに、やべえ昔話長くなる、やばいやばいやばい、おばあさんがいました、よ、うん、おじいさんは芝刈り、うん、おばあさんは川へ洗濯に、おにはおにはおにはおにが島にいます、おじいさんが芝刈りをしていると、うん、何やらおばあさん桃が出てきました、芝刈り機で桃を芝くと中から小さな男の子が出てきました、これは小さな男の子だ、この子の名前をどうしよう、桃から出てきた子供ということで桃子にしよう、大人かい、大人なの、桃子はみるみると育っていき、ある時桃子はおじいさんとおばあさんに僕は鬼退治に行くんだと言って男だった、あおっと今日は日が暮れてしまったようです、この話の続きはまた30秒後で、坊やーよーい子だねんなしな、早くちょうだい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 、いや本当に話すつもりだこれ、あ、さっきのももこの話は聞きしない、犬、猿、キジ連れて鬼ヶ島へと、おい、おい急にあ、ちゃじゃん、飛ばすね、またはRPGか、お前だいぶ飛ばすぞ、やりきったな、キジって本来いいんすかね、法律的に多分今ダメなんですけど、キジを飼うっていうこと自体、昔話だから、昔話だから、キジにしときましょう、キジに、犬、猿、カラス、でも犬に戦わせるってちょっと限度的に良くないよね、あー、じゃあ、ノミ、サル、ハエ、ノミって何、攻撃、弱攻撃だぞ、ノミ、サル、ハエを仲間に引き連れて、これズズさんジェスターだ、なんで虫、釣られに来てる虫なんだよ、俺だったらこのブームするもんな、なんやそれ、ズズ一緒にするなよ、これね一緒にするなよ、いる可能性、もういるな、作ってんなこれ、うわこれ多分作ってるな、うわぁ、くしょー、殺せなかった。怖い、魚さん、何？大丈夫、大丈夫。大丈夫じゃない、大丈夫っていう人、大丈夫じゃない。大丈夫っていう人、大丈夫じゃないです。めっちゃ怖い。もう、なんなの、マジで。ねえねえねえ、マジで何、マジで。おっさん。何？実は重大なことがあって。嘘やん、ちょっと待ってくれよ、おい！もう、ネロちゃん、なんなんだよ、もう。どういうこと？魚さんはメインで俺、はい、なんか追いかけてきて、で結果何を言い出すかと思ったら重大なことって言ってシェリフで死にました、重大なこと、すげえ重大なことって言った瞬間にき、なんか死にましたね、彼悪女の可能性ないのそれ、あるなー、あーそういえば、あーそうか、うん、そういえばエンジンで瀬戸朝日がなんか規制を発してたんすよ、はい、わーとか言いながら、あ、魚さんもいたような気するぞ、そういうことか、あ、じゃあ魚さんは悪女で本命
瀬戸さん。どっちか死んでるマス、ね。いうことか。あ、もしもし。いやいやいや、聞こえてるて、聞こえてるて。急に電話、音だった、もしかして。急に電話、電話と同じ対応の仕方されたけ。トッシンさんはちなみにできない。そうです、絶対できないです。番長と二人で、二人きりだったんで、あれでやったら大したもんすよ。一人。あ、いいよ。あ、これ白い。はっちゃん白い、真っ白だ。なんでキープが出てこないのかがめっちゃ気になるんですけど。っていうかシンプルに2キルなんじゃね普通に。ああ。さかなさんと瀬戸朝日は本命、はい、あなんだ本命と悪女では絶対ないと思います。中野ちゃん怪しいことあった？なんかその脈絡的にシェリフ発動してる理由がわかんねえと思っただけ。いや普通にシェリフで俺の目の前で死んだから急に。いやだからその怪しまれてたとかっていう可能性がないんだったら俺は悪女だった方がいいんじゃないかなと思って。いやわかんない。ワンちゃんあのエンジンで左側に行って。ポンズさんだ。何？ミサトさん。ポンズさんですね。だって最後に来たもん。いやでもジェスターの可能性。え、どこに？ジェスター。ジェスターじゃあシェリフが切ってほしいな。じゃあ。この顔でジェスターはないでしょう。うん、切っとがいいと思うけど。ミサトランが誰が入れたやつ。うわマジで混乱してるな。うわシェリフなんかな。魚さんどう。いやーうーん、いやマジで魚さん難しい死に方しないでくれる。ちょっと魚さんよあるよこれ。やばい、ナイスー。え、待て待て、うわー、はっちゃん武器庫のあの廊下にいますね。5秒前ぐらいには生きてます多分。てか、なんかすごいシンプルに、なんで今回ポンズ野郎をセリフが切らなかったの？あのね、メディックで貼られてたらしくて。ああ。でも、死んだから。でも、ポンズ。あ、次やりゃいいのかな、これ。うん。でも、今これって最高3人がいる話、4人がいるか、ほぼ4人がいる話になってんじゃん、ジェスター含めたら。いや、でも、俺がわざわざネロちゃんに一回白出す意味もないじゃない？ 1 個前ので。うわぁ。ガチトーンや。ということはもうだからもう夏ピョンの言ってることってミサトランにもう誰もキルしてないしないでくれって言ってるんだよね。俺番長ミネちょっと怖いっすね。え、なんでミサトラン？そうなの？なんで？いやミーティングまでのミーティングはちょっとさすがに早すぎる。いやいや夏ピョンもいたんだよ。夏ピョンもいたんだよ。三人でいたんだよ。あ、夏ピョンも生きてんの？これちょっともう一回詰めませんか？はい、人外です。これの入れた人、俺の入れた人、人外です。絶対、絶対、俺の。あー、もうやだ、もうなんなんだよ。押して。押します。パンツ作る。ナイス。オッケーです。あはっはっ。ランちゃんとポンちゃんと魚さんっていう風にシェリフが3人いるっていう時点で、ランちゃんかポンちゃんどっちかが嘘ついてるってことにならない？いや、私ズーさんと白取ってるよ。うん、確かに。だから、それでポンちゃん、魚さんシェリフなの？いやだからそれは最初の時点でのちさんが主張してることだから。待って、あ、それ知らなかった。じゃあのちさん切ればいいわ。じゃあ俺が、はい、うん、これあの提案なんですけど、ポンさんがジェスターかもしれないじゃないですか。ミサトランにポンさんを切る前提で、トッシンさん、トッシンさんかのちさんをここで釣るといいんじゃないですか。嫌です。あ、そうなの？嫌です。だってズズミサトラン番長ミネナツピョンが5人で白取り合ってて2キロ起きてるんだから、うん、トッシンさんかトッシンさんでミサトランが2個目の。だとしたらトッシンさんがいいと思いますよ。だって高井さんのシェリフシーンで置いたとした場合は、まあそうね、白になるわけだから、うん、ちょっと待ってください。だったらトッシンさん先。僕本当に来るなんて、まあ時系列で疑ったことぐらいだから別にそんな、うん、え、じゃちょっと僕これ通報せろに自分が釣られるって、そんな自殺みたいなことしたくないじゃないですか。いや、トッシンさん、トッシンさん釣ってポンちゃんとランちゃんが、うそー、これ、え？なつてんの？もう子供多いな。あの子供多いな。おい、おい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 、切れた。やっぱり切れたぞ。おいおいおい。番長に切りに行け金庫だって言われて切りに行きました。金庫にいるよって。俺は停電直しました。で僕、あ、そうか、金庫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 いた。で僕とのっさんで、あ、金庫行かなきゃみたいな感じになって、さり際に弁当開いてましたよ。コックピット。なんで多分金庫さんの誰かが弁当入れる人じゃないですか。金庫いたのはズズ。あ、待て。あれかな。ポンズ、ミサトラン。俺もいたよ。あ、ミネ。まあでも。ポンゼロ切れてるし、
で、魚さんがあのシェリフになった時点で、ノキさんはだいぶ白くなったんじゃない？あ、なんないか。なんない？最初のシェリフは嘘だから。嘘だから、さ、魚さんを知って、うん、あ、でも新シェリフ、新シェリフやと思った。だから。ミサトランも白。ね、多分これ悪女いるっしょ。ダブル言うと思う。ダブルで死んでないってことよね。だから魚さんシェリフだし。あれ初手って結局、ああそっかそっか。魚さんシェリフだから悪女はいるんですよ。ああそうかそうかそうか。だから悪女じゃないのはのちさんとミサトランなんだよね。悪女はのちさんミサトラン以外の4人。それもそれ以外もえないと思う。待って待って待って、夏ぴょんとミネさんがなんで白を取れるかが俺は分かってない今の話。ずっと一緒にいるからは全然理由なんないよ。だってキルしなきゃいいんだもん今までの回の中で。俺ちなみに最初に出たら3、うん、僕視点ですね。さっきの話はすいません。そう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 だと思うよ。てかあ夏ぴょんしても怖い。ミネさんの可能性は全然あるから。だって聞いてないだけで。夏ぴょん番長ミネめっちゃ怖い。多分ね番長ミネ夏ぴょんが繋がってるわ。うん。絶対その中だわ。番そういうことか。番長ミネナスピョン絶対絶対だわ。いや今も一緒にいたけど。そうだよ。三人でだよ。うん。スイッチ巻きした。いやミサトラン来てほしいな。いやもうだからもう消去でもう番長ミネナスピョンしかいないんですよ俺が。話し合おうか。ちょっと話し合おうか。ごめん。話し合おうかって瞬間に。ちょっとだから。話し合いましょう。話し合おうか。そういうことだったのか。知らばやぞこれ。ズズミネ番長でもう白取れちゃってるから、本当申し訳ないけど白取れちゃってるから、もう二人のどっちかになっちゃってる今も。かわいそうこれ。ズズキープだ。マジでかわいそうズズミネ。かわいそうだなこれな。待って、夏ぴょん、夏ぴょんミサトランはもう白取り合えてんの今、2人。いや、30秒、キルクール多分溜まってる時くらいから一緒にいるから。あ、じゃあもう俺ら目線だとそこの2人で悪女とあれになってるよ。やばい、悪女とあれになってるよ。本命か。ミサトランは本命野郎を切ってるから、ミサトランが残り1陣外。ミサトランが残り1陣外。だから夏ぴょんが悪女、悪女のキルしてる能力持ってきてなってる。ちょっと待って、ちょっと待って。本命キープ。夏ぴょんの推理を参考にしてやるんだったら、俺も夏ぴょんになっちゃう。ミサトランが白になっちゃってるから、今、シェリフという形で。うわぁ、これ村難しいな。うわぁ、これ。どこの GM 勝つ可能性がある。いや、これでもらえ番長に入れよう。よし、お、俺はキープであってほしい。俺はキープであってほしい。バントに入れよう。じゃあ自分の自分自身の自身の勝利を目指したこいつ。裏切り。いや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 。ああ。うわあ。裏切られた。俺はキープなのか。この感じキープっぽいな。キープだ。かわいそうズズ。